こんにちは、ヨガジャーニーのかよです。今日は初心者向けの体幹強化ヨガの練習を行っていきたいなと思っています。体幹はイメージとしては、ざっくり言うと人間の体の中の手足そして頭を取り除いたちょうど胴体の部分って思ってもらったらいいと思います。なので今日のターゲットは体の前、腹筋やあと背筋、あと腹斜筋、この前後左右の、筋肉をちゃんと活性化させていきたいなと思っています。体幹を強化する練習って結構きついポーズが多いんですよね。なので苦手意識持っている方多いかもしれませんが、今日は少しステップをコントロール調整して、内容を考えてみたので、ぜひ初心者の方も参加してほしいです。でこの体幹を強化していくこと、体幹が安定する形をキープできることの最大のメリットは、姿勢がまっすぐに安定しやすいっていうところですね。これが言えると思います。なので体幹が弱いとどうしても姿勢が崩れやすくなってくるので、見た目にもすごく影響を与えますし、あと体の安定感にもすごく影響を与える体幹部分ですね。ここをしっかりと今日は作り上げていきましょう。で今日の練習は、ヨガマットが、なくても大丈夫なので、ぜひね、床の上、畳の上、絨毯の上、お家の中でね練習してみてください。じゃあ早速始めましょう。まず、四つん這いを作っていきます。この時に肩の真下に手首、腰の真下に膝で、足の甲は寝かせておきましょう。そして手のひらは少し大きなパーに広げて、人差し指を正面向きにしておきます。脇の下をキュッと締めるようにしてあげると、さらに、体幹がキープしやすくなっていきます。では最初にキャットアンドカウ、背骨に波を起こしましょう。吸ってお腹をぐーっと下げていて、目線正面ですね。肩と耳を離して首長くします。吐いて骨盤をくるーっと丸めて、おへそを見るように、そして腹筋ぐっと締めましょう。吸ってお腹を下げて、目線正面、首長く吐いて背中丸めて、おへそを見ます。もう一度吸ってお腹下げて、肩耳離して首を伸ばしましょう。吐いて背中を丸めて、お腹ギューッと締めていきます。では吸ってニュートラルポジションに戻りましょう。ここでベシャッと肩甲骨寄せて潰れるのではなく、肩甲骨をグッと開いて、おへその下も引き入れておいてください。背中で空を押し返していきます。ではここから右足を後ろに蹴り出していきます。足首90度です。無理に真上に持ち上げないように、床と平行にして右足を後ろに伸ばします。右足のつま先は下向きです。でこのおへそ引き込む力キープしながら、左手が前、目線はマットで、ここで呼吸を入れていきます。鼻から吸って、鼻から吐いて、おへその奥で支えましょう。手足ではなくって、おへその奥でグッと引き込んでいきます。少し動かしましょう。吸って吐いて、肘膝立ち、グッとお腹締めて、吸って吐いて、肘膝立ち、ラストを吸って吐いて、肘膝立ち。では吸って前後に伸びたら、手と足を下ろして四つん這いに戻ります。ではもう一度肩甲骨開いて、おへその下グーッと引き入れて、背中強く空を押すようにしましょう。次の吸う呼吸、左足後ろに蹴り出します。足首は90度、つま先マット向きです。左足は床と平行にして、お腹が落ちないようにぐーっとへその奥引き込んでおきましょう。右手前に伸ばしていきます。呼吸を続けましょう。鼻から吸って、鼻から吐く。お腹の奥でね、体を支えるようなイメージです。では動いていきます。吸って吐いて、肘膝立ち、もう一度吸って伸びていく。吐いて、肘膝立ち、ラストを吸って伸びて、吐いて、肘膝立ち。では吸って、おーっと伸びたら、右手左足を下ろしましょう。はい。ではここから、プランクポーズに入りますが、さっき言いました、肩甲骨開いて、おへその下ぐーっと引き入れます。頭は落とさないように、そして肩はすくめないようにしておきましょう。この上半身キープしたまま、ゆっくり足を後ろに伸ばしていきます。足は腰幅です。お尻締めて肩甲骨開きましょう。3呼吸キープしていきます。鼻から吸って、鼻から吐く。脇締めて、顎を引いていきます。背中で空をして、吸って、吐いて、できるだけ前に乗り出すようにして、スローモーションでゆっくり腹ばいに入っていきます。
ここで足の甲を寝かせていきましょう。かかとは空向きにします。目線マット、両手後ろに伸ばしましょう。手の甲がマット向きです。シャラバンサナに入って背中でね、体支えます。顎を引いて吸って頭胸アップ。手の甲も浮かせていきましょう。首の後ろ、シワシワ入らないように顎を少し引いていく。両足も持ち上げて呼吸を続けていきます。5カウントキープ、5、4、3、肩引いて2、1、0、ゆっくり体を下ろしましょう。では両手胸の横に置いたら次の吸う呼吸で上半身を起こしていきます。お尻かかとの上、おでこマットでチャイルドポーズでお休みしましょう。肘軽く曲げて肩首はリラックスしていきます。背中で吸って、背中で吐きます。パワフルなポーズ続きましたからね。ここで一度呼吸整えましょう。では、両手を顔の横に移動したら吸う呼吸でゆっくり頭最後になるように起き上がってきてください。はい、じゃあここから仰向けになって少しね、腹筋の横のあたりを刺激していきたいなと思います。膝を立てながらゆっくりマットに仰向けです。そして両手左右に広げて手のひらは床向きにしておきましょう。背中全体をマットに押し付けていきます。では次の吸う呼吸でゆっくり膝を空の方に持ち上げて、そしてすねが床と平行、膝がちょうど90度ぐらいを、ね、目指してみてください。ではこの膝を左右に振っていきます。吸って吐いて、ゆっくり右側の床をタッチする。吸ってまっすぐに戻って、吐いて左膝、左側の床をタッチ、吸ってアップ。吐いて右側の床、膝でタッチ、吸ってアップ。はい、でゆっくり左側の床タッチ、吸ってアップ。ラスト1回ずついきましょう。吐いて右床タッチ、吸ってアップ。はい、で左床タッチ、吸ってアップ。元に戻りましょう。ではゆっくりと両手膝の裏側を掴んでいきます。前後前後にでんぐり返しを繰り返してあげましょう。背骨全体マッサージしていきます。膝も曲げたり伸ばしたりしながら少しずつ勢いをつけてマットに起き上がってきてください。はい、じゃあ最後ね、今日の体幹キープの一番難しいポーズ、ナバーサナボートのポーズいきましょう。両膝は90度に曲げています。足は閉じておきましょう。そして座骨でしっかり座るようにして、このままと骨盤が倒れないようにグググッと骨盤を立てていってください。では両手膝の裏軽くサポートしていきます。肩と耳離して脇は締めていきましょう。顎を引いていく。ではボートこぐみたいに少し後ろ側の方に体重移動してちょっとつま先を浮かせていきます。ここからゆっくり足を持ち上げてすねが床と平行まで持ち上げていきましょう。背中丸丸同士に転がっちゃうのでしっかりと、ね、骨盤を起こしておいてください。ちょっと顎は引いておくようにします。では両手離して前に伸ばしておきましょう。5カウントキープ、5、4、3、息を止めない、2、1、0、ゆっくり両手膝の下に置きましょう。ゆっくり足を下ろしたらバタコナーサナです。両膝オープン、足の裏を合わせて両手つま先包みましょう。腰から頭頂スーッと引き伸ばしてからバタバタバタ、膝を羽ばたかせていきます。股関節や内もも、外ももね、リラックスさせてあげてください。ストップしたら1回だけ前屈入れます。吸って腰頭頂スーッと引き上げて、吐いて指先マット触れていきます。できるだけ腰が十分伸びてから、最後に頭力を抜きましょう。背中で吸って、背中で吐く。ダイナミックなポーズが続きましたので、体、呼吸を一度落ち着けてあげてください。では、
両手顔の横に置いて、吸う呼吸ゆっくりロールアップ。頭最後になるように起き上がってきてください。でゆっくり膝を閉じたら楽に座りましょう。はい、かなりねパワフルなポーズが続いてきたと思いますが、ヨガでもとってもね基本の練習になってくるので、ぜひ継続的に練習してみてください。